まあ、それにしてもね、まあ、今、町田市長選もねあの僕は注目してるんですけども、も、まあ、町田市長選なんかは、ねまあ、維新が候補出したり、ですね、まあ、あとね共産党とかね、まあ、立憲民主党のまあ野党共闘というかね、まあえー、野党のが応援してる候補が出てたりとかして、まあ、これもどうなるのかなというふうにあの僕なんか見てるんですけども、まあ、あのそれとあんまり関係ないかもしれませんけども、も今日なんか 国会でですか、衆議院の予算委員会で、えー、維新がですね共産党の宮本徹衆院議員に対してですね懲罰動議を。えー あの、国会に提出、衆議院に提出したというニュースが、まあ、これ出ててですね、これ何があったのかなと。まあ、共産党のこの宮本さんという方が、まあ、いらんことを言うたのかなっていうのがまず思ったんですけども、ま、維新としては、まあ、あの、その宮本さんが、まあ、いらんことを言うたからですね、懲罰動議っていうのを、えー、提出したんだろうっていうのはね、まあ、これはわかるんですけども、まあ、何が、あの、原因なのかと、この品位を既存した っていう風に、まあ、維新側が主張してるんですけどもなんの品位を毀損、えー、する発言をしたのかというと、この、えー、中央公聴会、衆院予算委員会の中央公聴会に出席した専門家に対して、えー、品位を著しく毀損する発言をしたと、この共産党の宮本さんがね。えー、ということを、まあ、維新が主張して、懲罰動議というのを衆議院に提出したということなんですけども。まあ、ただ 一方の共産党側っていうかね、この宮本さん側はですね、えー、維新が推薦して出席者専門家に対して、えー、自らが抱える案件について私的な反論を述べていて、公聴会のあり方として疑問だという、などと発言したと、ね。この、このことについて維新がですね、品位を著しく毀損するもので、えー、言語道断だというふうになんか言ってるみたいなんですけども、 でも、これパッと見ただけで、その共産党の宮本さんがすごい問題発言をしたとかね、あの維新が言うような品位を毀損したというような発言っていうのは、ちょっと、あのー、僕からするとあんま思えないかなっていうふうに、あのー、思えるんですけども、 まあ共産党もですね、宮本さんだけじゃなくて、他の人たちも、いや、そんなあの問題ではないと、でむしろ宮本さんなんかはですね威圧的に口を封じようというやり方だというふうなまあ反論もしているということで、まあなんか、いや、僕なんかこれ、 あの冷静にというか公平に見ても、ですねどっちの言い分がブ分があるのかなというと、やっぱり共産党の方の方が、えー、別にそんな変なこと言ってないんちゃうかなというふうに思うんですけどもね。 まあなんかね、まあそれはわかりませんけどもね、この行方っていうのが、この懲罰動議、た宮本さんにこう懲罰、懲罰っていうのがね、あの出る、ペナルティーというのが出るかもしれませんし、まあ出ないかもしれない、かもしれませんと、この詳しい、えー、この衆院予算委員会のやり取りは僕は見てないんでわかりませんけども、まあなんかちょっと維新がちょっとピリピリしてるようななんか感じはするんですよね。 あの、この間のね、あの、菅直人さん、立憲民主の菅直人さんの、まあ、ドイツの独裁者の名前を発言、ある引き合いにしてですね、えー、この橋本さんですかね、維新の創業者的存在である橋本さんの、えー、ツイートしたら、維新がですね、菅直人さんに抗議するとか、なんかいろいろ噛みつく、 いるのがちょっと最近の維新っていうのは、なんか目につくかなと、それは何なのかなと、最近なんかねはねあの、えー、お笑い芸人とかタレントの水道橋博士がツイッターで、えー、あの維新のことについてツイートしたものを、まあ、大阪市長でもある維新の会の代表の、ね、松井さんが、訴えますみたいなことを、えー、ツイートしたっていうのも最近あったりとかして、まあ、今のツイッターの、 えーま、トレンドというかね、なんかすごくそれ水道橋博士についてあのこうツイートしているというのがすごく多いというのがツイッターでも出てるんですけども、なんかいろいろ維新もいろいろ噛みついたりね、まあ、さあの直近ではの共産外しの問題ですね、立憲民主党が国体の協議で共産党を外すと。 いうのが、ま、報道されて、まあ、それ共産党が猛反発して抗議して、まあ、立憲民主党が謝罪撤回をするっていうのがありましたけども、まあ、一方で、ま、立憲民主党は維新とは協議、あのー、するとかって言ってたのに、それについて謝らへんのか、みたいなことを、えー、維新の馬場幹事長がツイートをしているっていうのがあってね、まあ、それも報道されましたけども、 まあなんかい,いろいろ維新がね、いろんなところにかみついてるなと、文通費の問題とかもそうですけども、ただ僕なんかね、やっぱ大阪にいる僕としては、まあ、維新の、まあ、なんていうんですか、維新の知事、維新の市長がね、大阪,大阪府知事、大阪市長としている大阪では、ですねやっぱり感染状況とかですね、まあ、死亡者数とかがやっぱ多いなっていうね。 そなんとかしてくれよっていうふうに僕は思うんですよね、なんかそれはなんか、ちゃんとやってるのかどうかね、あのなんて言うんですか、この朝日新聞ではね、これ、前も言いましたけども、その大阪市の消防局がですね高齢者施設に、えー、この重,重症悪化してもですね、119番、 をかけることを控えるようにっていう、あれ、本当と衝撃的な報道でね、これに対して維新が何か、あの大阪消防局ですねその後何か言ったっていうのは、僕はまだ知らないんですけども。いや そんなことを言わなあかんぐらい大阪市ってひどいのっていうね。その状況をなんとかしてほしいなと思うのに。まあなんかね、あの、そこはなんかちゃんとせずに、なんかいろんなとこに噛みついてばっかりみたいなとこが目立つなっていうのがね。僕はちょっとそこが僕は維新で大丈夫なんかなっていうふうに思いますね。 なんかこんだけこう必死になってのは、まあ、大阪の状況がひどくなってるから、えー、それをなんかいろんなところに噛みついてね、なんか打ち消そうとしてんのかな、みたいなふうに思われてもおかしくないぐらい、もっと大阪の、大阪のね、姿勢だって不正のことについてもっとちゃんとしてほしいな、っていうふうに僕なんか思いますけどもね。う まあこれをね、なんか面白がる人たちも、まあ、いてるかもしれませんけども、まあ、共産党だってね、共産党はね、まあ、いろんな不正とかね、赤旗とかでスキャンダルとかね、こうあの出したりするのはうまいなと思うんですけども、まあ、これ、他党に責められたときとか、 では、ですねどこまでその進化というかね、こう発揮できるのかなっていうのも、まあ、そこも僕は注目されてると思うんで、まあ、これが共産党にとっては理不尽というかね、維新の言ってることは理不尽というのであれば、徹底的に僕はね、やっぱり戦わなあかんのちゃうかなと思いますけどもね。うーん まあでもほんまなんか僕はなんていうんですかね、維新の関連で言うと、まあ最初にも話しましたけども、この町田市長選でもですね、維新の候補なんかは、 え、町田市のなんか人口が、人口減少が始まったみたいなことを言ってると、それ参議院議員の方までがですね、演説でやった、あの、演説で言ってたということを、まあ、昨日ブログにも書きましたし、ツイッターにも書きましたけども、いや、でも全然違ってですね、東京全体ではコロナの影響で、えー、人口っていうのが、ま、減少したんですね。特に都、都心から、あの、 人が出て行ったんじゃないですかね。ただでも一方の町出しっていうのはですね、逆に人口が増えてるんですよね。それをもて人口減、人口減少が始まったとかですね、もうよく言えるなっていうかね、いや僕そこはこ事実と、 違うんちゃうかなと思うんですけどもね。まあ、それを指摘する方、ツイッターでも指摘する方も、あのー、たくさんおられてるんで、あのーこれ、事実として町田市の人口っていうのは今年の1月1日時点で増えてるんですよと。えー、千何百人ですかね。うん。いや、だからそこも僕はね、なんかもう、 やっぱ維新に関してっていうのは、その大阪でも東京でもそうですけども、なんかこう、はてなはてなっていうかね、こう疑問に残ることが多いなっていうか、まあ、それはね、東京だけじゃなくて、全国から大阪の状況って見ても、いや、大阪って大丈夫なのっていう人の方が僕は多いと思うんですよね、東京よりもひどいことになってんのちゃうかなとだかそれに対してきちんと。 なんか誠にね吉村不知事やったりこの松井市長だったりが、あのー、なん誠意を持ってなんか動いてるようには僕は今のところ全然見えないんですけどもねうんなんこんなことやってる場合かなっていうふうにはあの思いましたけどもね、まあ、どう思いますかねとチャンネル登録よろしくね。